はい、それでは今回は前回紹介したモーダウというゲームを続けてプレイしていきます。そうですね、いろいろなゲームモードをやったんですけれども、1対1がね、このゲームすごい楽しくってずっとやっちゃってるんで、少し1対1での装備とか僕の装備とか能力スキルとかを紹介した後でまたプレイしていこうかなと思います。こうやっていろんな兵士を作ることができて、全部ね16ポイント持ってるんですよね。そのポイントをスキルだったりとか装備品だったりとか、あと武器とかに割り振っていきます。基本的にはその大きい武器、ダメージが高い武器ほどポイントをいっぱい使うし、いい効果を持ったスキルであればあるほどポイントを使っていくっていうシステムですね。なので、こうやって布のね軽い装備から中くらいの重さを持った装備、そして一番硬いね、鉄の重たいこういう装備はポイントを3ポイント使うようになっています。その代わり防御力が高いっていう感じですね。なので逆にスピードが落ちちゃうんですけどね、そういうデメリットとかもあります。なのでそのあたりのバランスを考えながら自分の兵士を作っていくのが結構このゲーム楽しかったりもしますね。で、僕はそのジャンプするときにスタミナが半分になる、落下ダメージが 50% 半分になると、敵にね攻撃が当たったときに3ポイントスタミナを回復するみたいなものをつけています。で、装備としては結構中くらいミディアムな重さの装備にしてますね。で、振りの速い武器と大きい盾、盾ね結構このゲーム強いので1対1だと持ってるといいかなと思います。まあ、集団戦でもね結構強いです。とあと投げナイフですね。まあ、これは結構奇襲用というか、1対1で戦ってると飛び道具あんまり反応できなかったりするんで、ちょっといやらしさ武器ですこれは。はい、あとはね体とか顔とかは、自由に決めることが、自由っていうかある程度その選択肢の中から決めることができます。で、なんかおしゃれ要素とかもありますね。このあたりの肩とかも全然おしゃれ要素で防御力には関係ないです。防御力に関係あるのはこの頭と胴体と足だけですね。はい、ということでこのプレイヤーキャラクター1対1という名前のついた兵士でプレイしていきます。それではこの1対1の戦闘ばかりを楽しんでいる猛者たちが集まるサーバーでプレイしていきます。もう始まってるかな。先に誰かが30勝を上げた時にこのゲーム終了です。30勝勝ったキルしたプレイヤーが勝利となっています。だからこういうのは邪魔しない、そして暇そうな人がいたら叫んでやろうぜっていう、あ、会釈までしてる、ありがとう。わ、月メインの、うわ、すごいすごいついてくる。ちょっとフェイント入れてみるか。よ、60、うわー、ついてくるなめちゃくちゃ。おいしょー、届くんだな。ちょっと回復待ってもらうか。お互い回復待って、よ、最初からフェイント、よいしょ、月入ってる、お、蹴り、うわ痛い、あた、いって1回で80ダメージって何、まずいぞこれ、フェイントちょっと混ぜないと、よいしょー、最後剣投げて勝ち。そう、実はこのねアーミングソードっていう剣ね投げられるんですよね。あ、あそこで待ってる人がいる、隠れて、よし行こう、こういうサーバーです。あ、そっち行くの、なんだこっちでやりたいのか。オッケー。ちょっとかっこいい場所で。あ、フェイント。全く無視。やばい、フェイント無視されるのきつい。やばい。フェイント無視されると、スタミナが、えらい減ってしまう。まずいぞ、これ。マジで、うまい。すごすぎる。全くフェイント引っかからなかったな。間合いじゃないことがバレたのか。うわっ、すごい振り回してくる。うわー、やられた、すごい名前。
まあ、テンポがいいんでね、まあ、こうやって気軽にプレイできます。うわー、なんかうまくいかなかったな全然。よし、この人にしよう。そう、普通はそうなる。まずい、これで相手の攻撃見てから突きを出すか。盾が硬い。やばっ、まずい剣の投げがね、失敗するともうあんな状態になる。あれミスっちゃダメなんだよな、最終奥義すぎるよな本当に。あの剣投げをミスるとダメになっちゃいますね。もう武器なくなっちゃうんで、そのためにちっちゃい投げナイフ持ってるんですけど、それで決められなかった。てかバレちゃったな本当に、あいつ何も持ってねえって。よし、リベンジしよう。よしよいしょ、後ろ向いて、何それ、うっそ、しかも逃げてる。あれちょっと待ってね、刀ないわ、刺さったまんま、あそこによっ、刺さったまんまだ、取らなきゃ。しかもこあれってロープ伝っていけないのか。この人と3戦目、時々後ろ向いてなんか逃げていくと見せかけてこう振りかぶって攻撃してくるパターン多い。強いんだよなそれが。よし、 OK、 違う人と戦おうかな。よし、暇そうにしてる、行こう。よいしょ、 OK、 いいフェイント、はい、つけばよかった今の。よいしょ、スタミナが危ない。よし、勝ってる、いいぞ、かっこいい、その剣振り回すの。うーわ、すーごい暴れてくるじゃん。やばい、ダメージ10しか入ってない、どういうこと。あ、すごいバックステップ、うまーい今のバックステップえぐうめえちゃんとこのちょっと短めなんですよね僕の剣ね、間合いが、それを完全に把握されてたな。月あっ、いやマジか、強かった今の。今の人ともう一回やりたいな、外いたっけ、空いてるかな、あ、空いてなさそう。ちょっと違う人と戦って待っとくか。誰だっけな、ああの人だわ、うまかった、勝ってるじゃん、体力回復。うわー、それいけるの、もういける、 OK、 こういけるっぽい。よし、フェイントには結構素直に引っかかってくれる。よし、 OK、 勝った、よしよし、おお出てきた、なんかよし来い、連戦だ。そう、このフェイント全く動じないぜ、いるんだけど間合いじゃないからか。おお、うまい、これまずい、スタミナがないことがバレた。あれ、なんだ、取っていいの、何プロか、よっ、待ってね、え、いいの、ごめん、ありがとう、僕だったらやりにいっちゃうけどな。やばい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 、剣投げて、最悪っちゃ最悪だけど、あれ剣どっか行っちゃった、やべえ、これ戦うか、両手持ち武器だ。
よし行こう。両手持ち武器な、振りがちょっと遅いけど、やっぱリーチがあるから。よいしょ。リーチがあるのと攻撃力がやっぱ高い。うわ、いって、嘘、ガードしたけどな。難しい、両手持ち武器。よし行こう。時々これ持ち替え、あれだな、多分出が早い武器持ってる人にはちょっと持ち替えてんだきっと。ちょっと剣短いけどな。よし、オッケー。この辺りはダメージ計算していきましょう。まあ100ダメージ食らえば、倒れます、敵がね。なので、その時々ダメージ与えるときに出てくるポイントがそのままダメージ数なんで、これですね、25ダメージ、あと75です、こいつの体力。いた、あれ、なんか、え、なんか今矢打ってない、あら、なんだあれちょっと成敗しておきましたけど、めっちゃ素直にフェイント引っかかってくれる。最後はこれ、あ、やば、刀投げて終わり。あ、やばい、危ない、ちっちゃいナイフ持っててよかった。あれ、刀弾かれるとめっちゃ辛いんだよな、あれ、自分の刀分かんなくなる、あと戦闘終わった後。あったまあ1対1ではね、こう投げ、メインウェポンを投げるっていうのが結構強いですね。おお、よし行こう。いて、これ蹴り入るとやばい、蹴り入るとスタミナが結構減っちゃうんですよね。あれ、なんか閉まってるけどなんか閉まってるかわいそうだから、ちょっとこっち行こう、こっち、よし、オッケー。なんで閉まっちゃったのかわかんないけど、悲しいアクシデント。よいしょ、オッケー。月をね、ほぼ同時に放つとちょっとだけ早く放った人の方の月が入っちゃうんで、勝ちましたね。うわ、振り回してる。体力大丈夫、体力回復待ち。お、来た、よし、オッケー。よいしょ、危ない。みんなこのゲーム短足なんで、蹴りのね、射程は結構短いですね。ただガード不可能、そしてスタミナがめちゃくちゃ減る、蹴りが当たった方が。だからね、蹴り出す価値はすごいあるんだけど難しいですね。うわー、すっごい振りかぶ、よいしょ、よいしょ、オッケー。ダメージ多分体力なかったな、回復を待たずやってきてたのか。うわ、やば、これ蹴った方がいいな。よし、蹴りが入ったらとりあえず月を出しておけばそうそう、蹴りが入ったらスタミナで勝てるんで、とりあえず月をね、ずっと出してれば、スタミナがゼロになると剣とか盾とかね、落としちゃうんですよね。わー、出た、この人うまい人。フェイントは割と引っかかってくれるからちょっとだけ楽だけど。よし、ダメージ83入ってるでしょ。こうなったら投げた方がいいですね。やば、鎧が硬くてあれだった、ちょっとダメージ入んなかった、20ぐらい入、あ、足に当たっちゃったのかな。これ頭、胴体、足でダメージ違うんで、だからその辺とかもね。よし、こんな感じで頭にちゃんと刺さればいい感じのダメージ出てきます。うわ、そこ死闘してる。体力回復中？楽器で殴ってるいけるか、危ない、おっとっとっと、危ない、振ってこい。うわ、痛い、うわ、マジでそのまま振ってくる。いやー、フェイント入れられるかなと思ったから、ちょっとガード解いちゃったな。てか一緒に出そうと思ってた、月見てから。
あの人も結構強いぞ。あ、そうだ、さっき負けた人だこれ。よし、リベンジマッチだな。多分ね、蹴りがちょっと入りやすそうな感じは。うわ危ない、うわうまい、身のこなしが。よし、65ダメージ。よっしゃ、 OK。 ちょっとあれですね、身のこなしが早いのは軽装だからですね。だから切られた時にちょっとダメージが。うわ、よく、すごいフェイント今の。フェイント入れるとスタミナが減るんで、ちょっと、あ、バレてる、スタミナ回復してんの。よし、 OK。 最後は素直な突きで、お、あ、リベンジ OK、 行こう。あ、早い振りが。まあガードしてる。うわ、突きがかわされてる、体体さばきだけでガードとかではなく、よいしょ、頭即ヒットだったな。58ダメージで死んでるのはなぜだ。なんかダメージ食らったのかな。こういう甲冑の人はもうめちゃくちゃ一番防御力高いんで、結構倒すのが。うえ、よし、 OK。 結構素直な人だった。多分戦ったことない人はハンマー持ってる。よいしょ、これ投げて終わり。うわやばい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 、多分あの人も死ぬんですけどね逃げてりゃよかった。あの、死んだ後に5秒間だけ動けるっていう能力を多分つけてる人でしたね。やっばー、マジかよ、強戦死状態でやられてしまった、死を恐れぬ状態で。うおー、この人だ、さっきの人だ。ハンマー頭からね、振りかざされると振りが遅いんで、98だからもう倒せるよっ。うっ、うわ、違う人に殺された不幸な事故起きた、違う人の戦いの巻き込まれて頭割られてしまった。ちょっと接触してしまいましたね。これどこどうなってんのこれ。いまいちここの中マップがよく分かってない。どっから外出られるのか分かんないな。よし、このはしごから外に出られそう。リュート引いてる。あれ、戦う気なし。 OK。 ほら、やっぱりこの人かな。その出が早い武器持ってるって思った人にはちゃんと小刀に持ち替えて戦ってる。すごいな。なんか逃げ回ってる。うわー、3戦目か4戦目ぐらい。うわ、やば、ガード間に合ってない。その後ろ向きながら振り返ってくる振り方何ちょっと強いし、それそれちょっと強いんだよな。なんか背中見せてこう振り回してるやつ。お、結構戦うなこの人。ちょっとフェイントに引っかかりがちな、引っかかり、引っか、うわー、やばっ。よし、 OK。体さばきが上手なんだよな。うわー、この縦の人、うわー、やばい、射程が72ダメージ。よし、 OK。 次から、おお、いた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 、 OK、 行こう、連戦だな。よっ、うーん、うわ、やば、60仕掛けてくるぞ。あ、そのバックステップえぐい。あ、それえぐすぎない。 OK、 ナイス。バックステップはね、スキルですね。バックステップできるようになる、サイドステップとバックステップができるようになるっていうスキルがあります。
あ、それをつけてるんで、ああいうトリッキーな動きができるんですね。なるほど。ちょっと体力回復待たなくていい？大丈夫？あ、いける。オッケー。63ダメージ。あと37。ちょっと剣振っても、うわ、めっちゃ近寄ってくる。やばい、蹴り入れられるとな、ちょっと辛いんだよな。うぅ、フェイント入れるか一発。よし、うわ、出た。その後ろ向くやつ、みんなこの両手武器持ってる人、この後ろ向いて振り返りながら切るっていうスキルをみんな持ってる。あ、終わった、ビクトリー。あれ、勝った、もしかして。あ、トップだ。時間切れで1万キル取ったの僕でした。よかった、まさかの1位、ありがとうございます。いやー、面白い。1対1がなんだかんだ一番面白いと思いますね。はい、それでは今回はこの辺りで動画終わっておきたいと思います。まあ違うね、ゲームモードもお見せしたいかなと思うんですけど、1対1がずっと楽しくって、そればっかりやっちゃってるっていうね。はい、それでは今回も動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。